です。私は今青森県青森市にあるアスナロ温泉の家族風呂に来ました。今回は2種類あるうちの1つ特別室に来たんだけど、見てパッと見家にいるみたいだったよね。テレビでかいし、きちんとテレビ出ますよね。このソファーみたいな今日はこの高級家族風呂でゆっくり、はい、使っていきたいと思います。マッサージもするので、なんか先にお湯を出すところからがスタートみたいで、だから10分プラスで60分じゃなくて70分になってます。浴槽だけではなくてシャワーの方も最初出しておいた方がいいみたいです。結構めっちゃシャワーでいっぱいくるよ。わお、やばい、靴下ずれる。やばいやばい。はい、入室。よいしょ、すごいよね。さっきもちらっと見せたけどさ、いろいろありすぎでしょ。めちゃめちゃ広いお風呂になってます。こんなに新しい浴室ってか家族風呂見たら初めて。すげえ。これは温泉、お湯とお水で温度を調整することができるか、今回はぬるめにしました。1時間1500円で、さっき室内をね見たんだけどめっちゃすごくって、何がすごいかっていうと、まずマッサージ機あんな立派なのは本当初めて見た。マッサージもそれ何種類も選ぶことができるから、絶対この温泉上がったらマッサージはやりたいと思ってます。で、あとトイレもね行ったら簡単にピューンって上がったの。新築のご家庭にあるトイレのあれは光ってたし。で、ここのお水は結構洗面所に出てた水は飲料用としても使えるみたいなので、なんかすごい至れり尽くせりかな。でも助かるような。シャワーね、下間沢温泉部屋なんだけど、シャワーは一般家庭のシャワーですね。これだよ、これうちこんなので使ったことないんだよね。すげえワクワクしてる。なんかこれもあるの、何何何、これも使うの。わー、何これ、うちこんなの使ったことないの。おー、何これ、
っと遊んでた。すごいね。だから要するにここの風呂にシャワーが1、2、3、4個使えるよってことね。ただただびっくりなんだけど、ここのアスナロ温泉が家族風呂がね、すっごい数が多いから、まあ、平日だと空いててすぐ入れるとは思うんだけど、土日になると結構混むみたいなので、取られる前に早く来た方がいいと思います。歩いてきて分かったんだけど、全部も綺麗に綺麗なお部屋になったから、青森に遊びに来た人とかもここね、山奥にあるわけじゃないから、ちょっと車で走らせてここで家族でまったり過ごすっていうのもいいんじゃないかなと思う。ねぶたの季節とかね、他そういう違う旅行でもいいし。日頃の疲れをこのマッサージで取るでよ。自動コースでやってみっか。自動コース、揉みほぐしがいいな。わあ、動いてる動いてる。ちょっと分かりづらいわこれ。あー、めっちゃ揺れてる。待って待って。あー、超気持ちいい。肩やられてる。家に一台欲しいくらい。さっき受付のところから買ってきたノムリンゴ。これなんかね、生産場所がね、青森県弘前市だから、地元の方のリンゴジュースです。初めて飲む。このラベル見たことないんだよね。いただきます。はい、乾杯。ストレートって書いてるもんね。 100% ジュースにしてお届けします。やっぱり普通のジュースだとさ、酸っぱのだと甘み強いけど、 100% ジュースだからちょっと酸味があって美味しいです。これ1本120円したで、あのなんかロビーの方行くと、地元の人が作った食べ物とか乾物とかも置いてあって、なんか直売所的な感じのがあった。うん、最後までご視聴ありがとうございます。ぜひチャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。他の動画も見てください。それではバイバーイ。